皆さんこんにちは、四条美沙子と伊達あずみです。私たちですね、前回台湾でたくさん遊び尽くしたんですが、まだ足りないということで、また台湾に行くことになりました。ということでですね、今度は皆さん、台湾の皆さんから情報を得たいなと思っております。まずは淡水に今回は行きたいんですよね。なんか癒しのスポットだっていう噂は聞いてるんですけどね、ちょっと我々まだ淡水のことあんまり知らなくてですね、ぜひ皆さん、動画の視聴者の皆さんにコメントで淡水のこういうところを好きなのっていうのを教えていただきたいなと思っております。はい、はい、もう中国語でね、いただいたら頑張って翻訳して調べてなんとか行きたいと思っているので、淡水に関する情報、おすすめスポットとか、これ食べたらいいよとかっていうのをぜひこの動画のコメント欄にお願いいたします。はい、ということでコメント待ってます。よろしくお願いします。